まあ、権力者が人権を、我々の人権を食い漁ってくるというような状況がこの憲法の問題なんかでも言えるわけで、そういった状況の中でやはり権力に見る国の体質からですね、いろんなことが私たちも学んでいけるんじゃないかなということもあって、まあ、2年間原発とそれから放射線について学んだので、この辺でそういったところの学習をしたいなということで、佐高誠さんを呼ぶことにいたしました。信じてる、いい人は信じるのね。その戦争で得たものは憲法だけなの。憲法を安倍バカ内閣はひっくり返そうとしてるわけでしょ。あのね、改憲っていう、改めるじゃないんだ彼らの考えてるのは。壊す本、壊す改憲。なぜそういうことを言うかというと、小林節という慶応の先生、この人は憲法を改める方の改憲なんです。ところがその人が言ってんのね、憲法っていうのは国を縛るものなんだ、国家を縛るものなんだと。ところが安倍たちが考えてるのは国民を縛るものに改めようと、今の自民党のあれはね。だから自分は立憲主義の立場からそれに反対だと小林節が言ってる。郡山市の新市長ですね、品川市長の初登庁の日だったんですが、その時に合わせて要望書という形で提出させていただきました。放射性は心の問題ですとされ、我が子を守るために上げた声もやり場を失い、無力感、失望感が残るばかりです。こんな気持ちを抱えた親たちはもっともっといるはずです。そんな子を持つ親たち、孫たち、孫を持つ人たち、将来親となる人たちとつながっていきたいと願っています。もし再稼働する原発があるとしたら、そこで働いている労働者を守ることにもつながっていくだろうと考えています。ぜひ私たちの運動に注目していただきたい。福島が事故から本当に立ち直っていくためには、住民の健康とともに被爆労働者の健康と権利を守っていくということでも必要だと。そうでなければ本当に原発を根絶やしにはできない、私たちはそう考えています。で、今年1月に、厳正な捜査と起訴を求める緊急署名というものをやりました。たった2ヶ月半でしたけれども、1万8000筆を超えました。で、来たる5月31日には再び東京地検に参りたいと思います。嫌がられても何度でも行きたいというふうに思っています。この事故はどうして引き起こされたのか、そしてなぜ被害を拡大するようなことが行われたのか、私たちは真相を究明して、今も続く原発事故の被害を一刻も早く食い止めなければいけないと思います。5月31日、福島の中通りからバスが2台、そしていわきから1台出る予定です。ご都合のつく方はぜひ東京地検にご一緒に行ってください。団結して頑張ろう。